スル TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、長らく続いていた、まあ、鹿児島福岡ツアーラストということで、福岡で一番話題の二郎系ラーメンの店、こちらです。ドン。地下鉄七隈線七隈駅から徒歩すぐのところにありますラーメンピースさんにお邪魔してます。こちらラーメンピースさんは2021年オープンで、なんとね、あのラーメン二郎館内店出身ということで、直系二郎出身の二郎インスパイア系のお店ができるということで、福岡で非常に話題になっていました。コメントでもね、ほんと多数のリクエストをいただいております。今回ようやくの訪問が叶えまして、喜びもひとしおということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけでね、これから行くお店がラーメンピースさんということで、もう豚骨県ですから、福岡県、福岡県にありながら、もともと神奈川の、ね、横浜の館内二郎で修行された経歴を持つ店主さんが営むお店ということで、直系出身の店主さんなんでね、非常に楽しみなんですが、皆様からのコメントも読ませていただきます。チャッチャしてる丼の周りで口開けて待ってたよ、とんでもないことになるぞマジで。チャッチャがもうここに来るってことでしょ、とんでもないことになるよそれマジで。でも一回はなんかそういうの考えちゃいますよね。背脂を本当浴びるほど食べたいみたいな。チャッチャ系ラーメンの店って90年代前半ぐらいにこうバーって一気に流行って、まあ、そこから最近はちょっとね、数を減らしてしまっているっていう部分もあるんですけど、やっぱあの豪快にね、背脂をこうチャッチャチャッチャする様子はもうすごい迫力あるんで、いつかやってみたいです。あのチャッチャしてるそのザルの下にこう口をこう開けてどうなるんだろうねマジで。いろいろなものを失ってしまうような気もするけどね。うん。今日発表がありましたが、ラーメンの消費額ランキング再び山形市が1位になりました。あ、そうなんだ。前回発表の我が地元新潟市は2位でしたが、ラーメン業界が盛り上がってくれれば順位は気にならないです。偉いです。新潟のラーメンも山形のラーメンも好きですということで、まあ、新潟と山形ってその北陸と東北でちょっとこうエリアは違くとも、もう隣にこう隣接してる県なので、結構新潟県と山形でなんか行きやすかったりするんですよね。しかもこの隣接してる2県がワンツーのツートップということで、山形とか、ね、新潟とかにこう仕事で行ったりして、いろいろ話してるとね、やっぱまあラーメンの話がこう普通に出てくるというか、いわゆる名店と言われるねラーメン屋さんとかみんな知ってたりするんですよね。それだけねこうラーメン熱が高い県ということで、今年も山形新潟ちょっと行きたいですね。はい。そしてね、こんなコメント来てまして、愛知県の安城市にあるめんどくせえ行ってください。愛知県安城市のめんどくせえ行ってください。愛知県安城市めんどくせえ行ってください。汁なしがマジでうまいですということで、3人連続でこんなめんどくせえ押してくることある？本当にめんどくせえさで僕ちょっと存じ上げないお店だったんですけど、友達3人ぐらいでこう動画見せて、もうめんどくせえのコメントしようぜみたいな感じでしてくれたのかな。いや、ありがたいですね。こんだけ言えたらちょっと行ってみたくなっちゃうね、めんどくせえさん。逆にラーメンやめた時の体の変化が怖いね。いや、それは確かに思うんだよな。本当毎日ラーメンをすすってるので、もうそういう体質になってると思うんですよ。ある程度ラーメンやめたらなんかもしかしたら激痩せとかするかもしれないですね。一気に、もしくはもう逆に激太りするみたいな。麺をしっかり消化するような体の機能にはなってるけど、なんか米とかはいまいち消化できなかったりするかもしれないもんね。ラーメンとライスみたいなメニューをなんか立て続けに3日4日とか続けて食べると体重にも結構変化があるような気がするんですよ。逆に別にその二郎系とかをガツッと食べたからといって、そんな大きく体重が変わるわけでもないんで、本当に結構ね、その体がもう麺に適応していってる気がするよね本当に。というわけで、まあそんな二郎系をねこれから食べに行くんですが、果たして豚骨県福岡の二郎系どんな一杯なのか非常に楽しみですね。うん、行きましょう。というわけで、福岡県で初の二郎系ラーメン、ラーメンピース来ちゃったんで、早速すすり行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメンピースさん、ショーケースです。今回は豚2枚入りの小ラーメンをプッシュ、コールは全部でお願いしました。結構若いお客さんが多いですね。やっぱり、まあ、まだそんなに福岡では二郎系ラーメンがないので、みんなこういうところに集結するんだろうな。九州初の二郎系にワクワクしながら待っていると、早速やってきましたよ。こちらがラーメンピースさんの小ラーメンコール全部です。ロロン。標高高めに盛られた野菜の上にはたっぷりの油がドドンと乗っていて迫力十分。豚も大判で厚みも十分にありそうだなと思いつつ、その横から垣間見えるスープのお味も気になるぞということで、いただきます。まずはその頂点に君臨する油とともに野菜をがっさりと箸でつかみ、熱気を感じつつ食らってみれば、ほんのりとした油の甘みと動物感が口に広がっていく。シャリホク食感に茹でられたキャベツ多めの野菜とナイスなコンビネーションで、どちらも味付けは強くないので優しめな味わいを堪能。ベジファーストを意識してザクザクと食らっていきます。ここで大判な豚の登場。福岡の方々にはあまり馴染みのなさそうな大きめでごついタイプだぞと思いつつ、なんと一口でガブリと食らう。もほーい。食べてみると味しみは控えめで、素材の美味しさを生かしたタイプの豚。パサパサ感はなく、むしろほろりと柔らかさが際立つ食感もナイスで、再び野菜を食べ進めていけば、まるでジョンとヨーコのような相性を発揮。この豚と野菜を食べ終える頃にはきっとギターや花で囲まれたベッドに横になることで、ヘアピースもベッドピースも実現することになるでしょう。
なんてことを考えている間に麺の登場。自家製平打ちの中太麺はスープをまとっていい色をしているぞということで、レッツゴー、進む。でもすすってみると表面滑らかでぬるもち食感な美味しい麺。茹で加減は噛めばしっかり芯のあるアルデンテなもので風味も良くてうまい。麺に絡むスープは非乳化から微乳化といった具合の甘みがありつつ柔らかに醤油だれも効いているタイプ。まったりとした優しい味わいでありながら醤油もしっかり感じられ、店主さんが関内二郎出身というバックグラウンドもしっかりと反映されているなぁと感銘を受けつつ、二郎系ラーメンを食べたことがないという方にもラーメンピースならおすすめできるような食べやすさを実感。麺とスープのクオリティがもう直系クオリティですね。めっちゃうまい。それほどに醤油が効きながら見た目以上に軽やかな口当たりもあり、これは感触もピースオブケークなのかもしれないなどと思いつつ、ズバズバとすすっていきます。それにしてもぬるもち食感の麺は癖になる歯ごたえで、これにはラーメンをすすりながら汁なしも気になっちゃう。なんてったって店主さんが出身の関内二郎は直系二郎の中でも汁なしの元祖とも言うべきお店ですからね。二郎好きな皆さんならそんなことはもう分かっていたでしょう。この辺りで実は残していたもう一枚の豚、こちらも先ほどと同様に一口でガブリと食らってみれば、やはり豚本来の旨味をしっかり感じられる。普段二郎系ラーメンをすするときにはまずは最初に油と野菜、そしてその次に豚も食べきるようにしているすするですが、この一杯は重くなってしまう心配もご無用。むしろ後半でもヘビーに感じることはなく、しっかりと豚の旨味も味わうことができることに幸せを感じ、麺もすすっちゃえばまさにラブ&ピース。そんなことを歌ってしまいたくなる衝動に駆られながら大学を中退してしまった劣等生のこのすするに、素敵な話をしてくれたちっとも先生らしくない僕の好きな先生を思い出しつつ、大きな声でこんな実況をしていたらそんなおじさんには慣れっこないやと開き直ったかのようにズバズバとすすっていけば、いつの間にか麺もなくなり大満足で完食です。大変美味しくすすれました。九州初の直系出身二郎系ということで流行るのも納得の一杯。今度は汁なしもすすりに行きたいと思います。それではこそれ、はい、ごちそうさまでした。というわけでラーメンピースさん行ってきたんですけれども、うまかったですね。ここら辺はね、福岡大学が結構近いということで、もう大学生らしいすごい若いお客さんがめちゃくちゃ多かったです。まあ、その中にたまにこうサラリーマンっぽい方が紛れてたりとかっていう感じだったんですけど、僕が行った時はもう男性率 100% ってぐらい、もう本当に男性の皆がガツガツと食べてる感じでしたね。そしてね、今回は初めての訪問ということで、まあさすがにラーメンから行きました。ラーメン780円ですからね、めちゃくちゃ安い。都内で二郎系でっていうのはだから本当直系並みの値段ですよね。最近だとね、もう本当ラーメン850円ぐらいが当たり前の時代なんで、福岡ってね、まあもちろん場所の利もあると思うんですけど、780円で麺量もねしっかり 250g か、まあ、300g ぐらい入ってたと思うんで、そりゃ学生流行るだろうみたいな。スープ自体ね、関内二郎出身って聞いたんで、結構濃厚なね乳化系のスープを想像してたんですけど、ピースさんのスープね、意外とこう非乳化寄りな感じ、もう結構醤油が立っててほんのり甘めで、優しく醤油の効いたもう結構あっさりとした口当たりのスープになってて、そこに極太の平打ち麺、あれをたっぷりと絡ませて、麺とスープの絡みが、ね、本当に良かったんですよね。元来僕あのラーメン二郎で言ったら非乳化スープの方が好きなので、そういった意味ではすっきりと、そして優しく醤油の効いたスープと、極太であの柔らかず硬からずのねジャストな茹で加減の麺と合わせて、もうなんか途中から結構勢いよくすすり続けて、気づいたら麺なくなってるみたいな、そんな感じでしたね。本当今回はねラーメンすすったんですけども、また行ける機会があればね汁なしもちょっとすすってみたいなと。関内譲りの汁なしになってるのか、もしかしたらオリジナリティのある汁なしになってるのか分かんないですけど、また行く機会があればねぜひ伺いたいと思います。今回これにて鹿児島と博多、もうほぼほぼ豚骨だったけどね、ほぼ豚骨でしたけど、北九州の豚骨とかにも触れられることができて、さらに最後はね今福岡で一番来てる二郎系のピースさんで締めることができて、ね、すごく楽しかったです。今回また九州遠征できるのはいつか分かんないですけど、それこそ大分とか宮崎とかもうほんと一回行ったきりで、それ以来行ったことがないので、またちょっとね機会を見つけてすすりに行けたらなと思っております。皆さんのね九州のおすすめラーメンもありましたら、ぜひぜひコメント欄などにお寄せいただけると嬉しいです。ごちそうし、それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンピースさん、アブラブ&ピースや、九州でも二郎系の波来てほしいですね。